お花大好きですね。植物とかも育てたりして愛おしい存在で家の中で生きてくれてる方がこっちまで嬉しくなるというか、違う部屋にある花瓶を持ってきてっていう風にするだけでもすごい部屋の雰囲気が変わったりとか、なんかこっちの心もすっきりしたっていう、そういう仕事場で会う人とか友人に会う時とかにポジティブでいられる人とか、そういうマインドでいられる人っていうのはやっぱり自分の私生活が潤ってないとなかなか難しいと思うんですよね。人になんか見せるだけじゃなくて、やっぱり自分自身をすごくこう綺麗にしている人が結果的に洗練されたかっこいいハンサムな人っていうところにつながっていくと思うんですよね。ザロあ、ザローだな。はい。よ、花。花。うわ、迷う。苦手かも、十問十答。でもその時期の季節のお花が好き。今だったらチューリップ。おお、電話。早いから。食べるようになりました。やっぱり娘が食べるから一緒に朝起きたらもう一緒のようにお腹が空くので食べます。もうねルーティンですね。パン食べたらご飯食べて、パン食べたらご飯食べての繰り返しです。得意料理、もう味噌汁、はいお味噌汁の、でも私ほうれん草とか好きです。ほうれん草豆腐とか、お、昨日もハンバーグです。すごい答えられました、ね、ハンバーグ、はいすごい、漢字一文字か、笑う、笑み、笑み公園ランニングをしてます。長風呂派です。女性、はい、何ですか、ハンサムだから女性の方があ、なんかあったぞ、なんかあったな、あの飼ってる犬のいびきがもう本当におじさんみたいにゴーゴー言っててそれにすごい笑いました。白、洋服はなんかベージュとかにしちゃうかもしれないし、うわー走るのあんまり好きじゃないなランニングしてるのにでも短距離かな、強いて言うなら朝起きて半目で携帯の時間を見る何時だ今YouTube 見ます。モデルさんのルーティーンとか見ます。なんかお料理されてる方とか、あとお弁当作ってく人とかいるじゃないですか、 ああいうのとかすごい見ちゃう。結構見てますね。じゃあ質問以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとう。Somewhere